さあ今週も始まりましたプリマダンナのオンスト、プリマダンナの河野です。野村です。この放送はナンバーグランド花月1階イエスシアターサテライトスタジオから2時間の公開生放送でお送りします。お前何声枯れることあって、ちょっと声ががねやっちゃいましてね。お前なんかたまにあるよな。いや昨日ね、ザ・スタンドアップっていう即興トークライブの僕 MC させてもらったんですよ。見とったの。あの藤崎マーケットの田崎さん、和牛の水田さん、ダイヤの西澤さんが一人30分の持ち時間でお客さんからお題いただいて、あの即興でトークするっていうイベントなんですけど、で僕合間でちょこちょこと出て、ちょっとお題もらって次の人に振ったりとかするだけやってんけど、途中から全く超えてようになって、何やろな、何なんでしょうね。 M1 の2回戦昨日、はい、あったやんか、はいはいはい、あの時からやっぱお前様子おかしかった様子おかしかった。僕ら最後のブロックやったんですよ。でもこいつが、はい、あのその仕事入ったから、うん、出番順がギリギリに変わって、ね、最後のブロックの、はい、僕ら取り前とかやったんが、そう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 、頭からブロックの頭が2つ目やったんや、うん、早めにしてもらってね、ちょっと出番を。で僕らの1個前が男性ブランコで、はいうんはい、めっちゃ受けてた。受けてたね。で、うん、僕とかは緊張しいなんですけど、わりかしまあリラックスできてたんですよ、うん、昨日に関して言うと、うん、で、まあダンブラ受けてるなーってヘラヘラして、はい、ふっとこいつ見たら、もういてないんですよ、うん、まあおなじみの、はい、ずっとうろちょろしてるんですよ。基本どっかうろうろしてますね。じっとできないんですよ、出番前って、はいはい、で男性ブランコ終わりましたで帰ってきて、うん、で舞台監督さんがこう、うん、キュー出して、はいはい、出ていくときに、うん、ザーマーえっと思って、ほんまに引いたんですよ。だいぶ大きい声で言ったら、そのね、お客さん関係ないから、その、うん、僕らがその人生かかってるとか、はいはい、ね、まして緊張してるだとかって、はいはいはい、だってリラックスして見てもらうのがベストなわけで、はいはい、何緊張して緊張させてんねんと思っていつもの3倍ぐらいの声出たかもしれないですね。いやいやいや、どうすんどうすんねんと思って3分の持ち時間でね、はいはい、その3分ってまあわりかし僕らの世界で短い方の時間やから、そうね、うん、まあ体力的になんか支障が出るわけでもないけど、うんうん、もう随分追いやられてまいそうなぐらい声張っとったから、それもあってかな、それでやってもうたんかな。いやちょっともう落ち着かんなと思って、まだその時はそこまで緊張しなかったと、うん、まあよくあるんですけど負の連鎖というか、緊張してる相方を見て緊張するって、これも漫才コンビ要はあるんですよ、はい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 、で昨日がまさにそれで、うん、わ緊張しとんな、まあまあでも、うん、まあ、もういつも通りやったもそんなって思ってたら、ふと客席にうちのお母ちゃんが、はい、両手を組んでね、カッとこっち見てるんですよ2回戦でそんな祈るかっていういやまあそれ聞いてもなかった、来てること聞いてない聞いてない、うーなってたから内緒でうーって見てたから祈ってたんや。それでちょっと緊張はしましたけど、いやもうなんだからもうほんまに気楽なさ、普段そんななんかこの空気をパンとこう破裂させたかったの、変えたいというか、こっからわかる、ダンブラがめっちゃ受けてて、こっからプリマダンの時間ですよっていうのをね、一言言ってくれへんかな、そのあ始まる前に河野さんね、はい、ちょいちょいこのプリマダンナという会社を忘れて、はい、個人事業主の顔すんねんか。どういうことちょっとほんまにやめてもらっていいかな、それ一言、うん、ちょっといや別に僕がそのプリマダンナっていう会社ね、はい、別に上場もしてないね、うん、零細企業ですよ、ちっちゃいちっちゃいところですよ、はい、それをまあ大きくしていきましょうっていうね、はいはい、もちろんどこじゃないですか、はい、で僕はもちろん、うん、この会社をね、うん、よくするために、うんうん、まあまあまあいろんな案を出したりだとか、ね、まあ、してるわけで、はいはいはい、邪魔はしないでほしい。ちょっと待ってくれや。やるやんか。じゃあちょっとあんの分かる、俺もあるもん。そのなんか調子悪っとか。分かる、そのもうあったのね、自分の中で。こまごまとな。なんか それあるよ。最初のどうもで、こうなんかこう、クッとこう引きつけたかったとこもあったよな。余裕がなく見えるから。逆効果でした、今回、本当に。それで喉もこんだけやってもうてるんで。いや、もう師匠。出てるからな、よそで。そうやな。喉弱いよな、ほんま。喉やっぱこう疲れが溜まると喉に来るんですよ。喋、うん、れんくなる、声がかすれてくるとかね。そうだから効果が昨日ね、ご機嫌ブランニューね放送があったんですけど、うん、でパラ軍団ってね、相原さんの軍団に入らせてもらったんですよ僕。水溜りボンドのケンさんと
コロコロチキチキペッパーズナダルと 8.64 バズーカ浜やねんと僕の4人で、まあ、いろんな過酷なことにチャレンジするっていう。で今回放送あったのはボーリングのめっちゃ難しいビッグファイブっていうスピリットを取らなあかんっていう、ね、それを10時間ぐらいかけてやったんですよ。スプリットスプリットスプリットね、いや言うてたやんみたいな感じで押してるけど完全に言うてんピーって言いましたけど僕ごめんなさい噛みました。スプリットをねやるあれ10時間かかったよ。ほんで、まあ、第2弾のロケもこの間行かせてもらって、うん、まだ放送まだなんですけど、うん、それもっと過酷なやつで12時間ぐらいかかって、だからその前でその前にこの間ラジオ始めさせてもらったじゃないですか KBS さんで、そのラジオのあった後からの12時間で行ってたの。そう、ほんでそれが昼の12時までやけど、その間で NGK の出番あって、うん、その12時終わりに営業あって漫才劇場で極みとかもあったから、そっからもうおかしなったよ喉が、うん、完全にあっての M1 でのドーム終わりや。それで完全死にました喉。どう思いますプロとしてこれあかんねん、ほんま直さなあかんねんけど。これあかんよお前。そう直らへんねん。なんかちょっともうやめてな、うん、そのちょいちょいさ、うん、話の中で、はい、忙しいアピール。いやたまたま重なって、誰に向けてたまたま重なって今回な。そうだ、ちょっとほんまに気をつけなあかんねんけど喉に関しては。お前は喉や、俺は金遣いや。金遣いやね。使いまくってんの。また使いまくってる。だからもうね、服買うたりとか、なんか趣味のもん買うたりとか一切してないんですよ、はいはい、気づいたら月の頭に、お、死ぬと。なんでな、何に飲み代ですか結局。飲み代やね、でも基本ね後輩と行くから。それはそのセーブできないわけ。セーブはできないね。いや、それあるよ。気もないね。じゃあ自分の中でさ、うん、持ち金が決まってるわけやんか。決まってるでしょ。で残り日数も分かるわけやんか、うん、給料日までの。そうそれはなんとなく計算してさ、うん、使うのがまあ言うても大人ですよ普通はな。うん、だ、まあ、計算できるじゃん。ピーターパンって呼んだよ。いや、それ子供、永遠の子供じゃなくてええから。それは可愛いもんちゃうねん。いや、でもほんまにすごいで、毎月俺自分でも思うもん。どうやってんねやろ。まあ、ちょくちょくね、はい、例えば、なんやろな、服を古着屋さんに持ってったりとか、うん、はいはい、着ないやつをね、売りにね。いや、そんなの知れてるやんか。だから、もう読まない本を古本屋さんに、これも知れてるやん。どうしてんねやろな。いや、違うや、その、いや、その古本屋、古着屋行く時点でもうないからやろ。ないないない、全然ない、全然ない。その状態になるとあかんのよ、まず。いや、それは無理やって。逆に、ゼロなってね、一回。だから売りに行くでしょ。余裕でゼロなってるよ。あ、ゼロはないな。あの、1000円は切る。今がそうやし、まず。もう1000円切ってんの ?6 日やろ。あ、25円で給料日。あと20日ぐらいあるで。あと19日。どうすんねん。俺今700円や。もう無理やんけ。で、どう計算しても無理やん、それって。あと19日700円で乗り切るって。なあ。どうすんの。そのな、優しい優しい、野村ファンは、僕ね、今減量中でツイッター見てくださってる方は分かると思うんですけど、チキン、はいはいはい、固めてるんですよ。うもう基本飯は、はいはい、あれで賄えるから。炭水化物抜いてね。そうそう。だから逆にもう食われへんぐらいやから、うん、まあ、痩せるし、まあ、そこは一石二鳥、はい、まあ、ここほんなら真似しちゃダメですよ。僕ちゃんとトレーニングしながらの食事制限やから、うんうんうん、そうそうそう。まああって、ってなったら別に、まあ支払い系ね、はい、うん、まあ、家賃だ、光熱費だ、もうそろそろ言うやん、消費者金融だ、まあ、さっき払って金借りてること言わんでいいんですね、ってなって残ったお金で、まあ、飲みに行って、はい、でなんてなくなってるから、まあ別に死にはせえへん。まあ飯食わんからってこと今はな。いやいや、それでも残り19日を。何が怖いって電車賃系な。どうすんねん、移動あるで。ほんまに仕事でだって移動あるやん。怖いで。そうだって吉本っていうのは交通費なんて出ません、基本的には。出たとしても後からですよ。今700円しかなくて、例えば明日どこどこ行ってくださいって言われて行かれへんやん。チャリ圏内でほんまに。いや無理やって、無理やで。この間の神戸とかめっちゃ腹立ったもん。いや神戸でロケねさせてもらった時も、だから三宮集合やったから往復で1000円ぐらい余裕かかるよ。きつい、きついじゃなくて、そのきつい状態者のあなたですから。ほな5万ぐらい包めや。ほな、なんでやねん、なんでお前の誰の
おかげで。なんでお前が消費者金融に金借りてて俺お前にコマ渡さなあかんねん。そのコマそのまま流れるやろお前それ。いやそれも もう払ってるから、月末にも全部払ってるから。知らんかな、払い系は。知らんやんそれは。いやどうするん、700円あと300円って1000円あったらパチンコ行くねんけどな。行くなって、そ行くからあかんねんて。パチンコがあかんとかじゃないけど、それあなたその行く余裕ないんやから。だからまあまあまあ、タバコも吸うやんか。タバコはだから差し入れがあるから。あ、赤丸のボックスです。やらしいねん、やらしいねんな。お前もうほんまにせびってるやん。せびってるよ。残り19日で700円のやつが言うとほんまにせびってるで。それせびるせびる。で持って気使うってほんで持ってくる方も、なんでほんまに吸いたいやなって思って持ってくる。ほんまに吸いたいよ。それせびるよ、せびるまくび。セシルマクビやろなあ、女の子のブランドやろそれ。どうするん、もう飲みに行かれへんじゃん後輩も。うん、だからもう先輩に連れてってもらうしかないよな今月は。うん、もうな、まあ、家飲みを増やしてるけどな。ああ、そうしたらほんまに。いやだから後輩は、うん、だからその選別するすよ。だから、うん、あ、ほんまにちょっと悩んでやるなとか、うん、っていうタイプはもう連れてくんですよ。まあちゃんと喋らなあかんなと思う時ね。そ そうじゃない、もう飲むさん全然なんだよみたいなタイプは、みたいだけ、まあ、ちょっとまた行こうで行けるから、ちょっと先延ばしにしといて、で、うん、家帰ってもうほんまにカンカン あのハイボールだけ一本飲んで、うん、あのプリンターガンガンね、今ビール飲まれへん、はいはいはい、ハイボール一本だけ飲んで、うん、爪に火灯しながら、ほんまに火つけてるわけじゃん。寂しいってな。寂しいないよ、そんなもんやで。逆に君たちが、うん、これを聞いてるリスナー、そしてブース前のみんなが、はい、僕ら以外に応援してる芸人さん多分、まあ、よそいっぱいいると思う、うん、すごいキラキラして見えると思う、はい、うんうん、でもそれの人たちはね、うん、ちゃんとしてる、確かに、うん、でもそれは、うん、面白いのか。いや今700円しか持ってない俺は、俺こそ面白いのか。いや自問自答してるやんけ、お前自分の中に自信なくなって持ってるやんけ、金なくなりすぎて。700円なんか何の自信も、ね、怖いわマジで。家計簿とかつけたら、僕最近つけるようにしてるんですよ、こんなほんま夢のない話ですけど、つけてるんですよほんまに、使った金をね、ちゃんと。お前とはやっぱもう違いすぎるから、ね、無理やん。でも分かってくるで、無駄なお金が出てくるね、やっぱり。あ、この日使ってるなとか。ないないない、無駄な金なんか無駄なもんね。ちょっとその節約の心がつくわけよ。だからお前みたいなタイプってだから、うん、急に変なタイミングでパーン金つことはするやん、うん、なんか衝動買いとか。俺それがまずないし、衝動買いする元でもないから。そりゃ無理やったね。笑ってんねん。700円でほな5万包めや、700円で買えるんちょうどがいて何があんねんな。アプリ取り、アプリ焼肉屋さん太郎とか。いやおかしいやんそれ、駄菓子やろ、駄菓子のちょうどがいなんかないやん。家計簿、家計簿の、いや、あるからほんまに。つけても一緒やって。いやほんまつけ出したら感覚変わるから。だって数字として今700って言ってるけど、あんまぼやっとしてるやろ、バーンって。なんか見てみねでな、残り19日で やばいって思うから。さっき炭酸水買うときに俺財布見たもん。買うな炭酸水とか、もうだから水道の水飲めお前も。じゃあもうサラダチキンも枯れて、ああ家の中でもうない。ああサラダチキンもあれ200円なん、300円はいかんけど、まあ、グラスしよう、ね、まあ、するな。もう2個買うたら死ぬわけよ俺は今月。ということは誰かが持ってきてくれるという一抹の期待にかけて、それはチキンを炭酸水を買って今腹膨らしてる。あ、炭酸でちょっと膨らしてんの腹を。ギリギリやん、うん、差し入れ待ちってことな、チキンも。まあそうは言わんけどな。いやそういうことやろ、でもじゃないと死ぬでしょ、まあ、結果そうなってるけどそうは言わん。落ちぶれても元上流階級。いや全然やって、全然よ。だから来週再来週おるかどうかな、ここにあんたが。もうその状態やから。いやガシはないやろ。いややね、やめてな、ほんまにヤフーニュースとか出んのそんな形で困るで、笑われへんで。ヤフーニュースまだ乗ったことないからな。いや乗った時が死んだ時嫌やろお前、ガシって。ほんで死因も
死因ガシって嫌やろ。でもね、こんだけ散々言って僕はガシってことは、殺したんは誰ですか、お金の使い方が悪い僕ですか。いいえ、あなたたちです。お前や、お前差し入れくれへん人のせいすんなよ。頼むで、もう残り700円で19日間。いや頼むで、生き延びてくださいよ。よろしくお願いします。ということで今日のおすすめするテーマは事前に募集しております漫画みたいな出来事、漫画みたいな出来事です。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp、 リアルタイムでも受け付けておりますのでぜひ送ってください。それでは今週も2時間お付き合いください。さあこの時間にはゲストの方が来てくれております。この時間のゲストは吉本新喜劇の太田信吉信さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おい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 、吉信さんです。あるあるやないか新喜劇の信吉さんって言いますか。そうそう、おんねおんねん森田信吉さんがね、森田信吉が森田さんとこんぐちゃくちゃってごめんなさい。吉信さんでございます。お前太田さんがお邪魔しに張るタイミングなくしたやんけ。完全にもうツッコミに回ったもん、ボケより。ごめんなさい。ほんま死ぬタイミングが、死ぬタイミング、お邪魔しにますって言いたかったのに。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもあるあるですからね、はい、この前なんかもう NGK に森田と2人で出てて、はい、まあ、あの1週間アナウンサーでね、はい、あの読む人、あのもう録音してんの、はははもうパッて出てたら、はい、太田義信、森田義信ってずっと言ってた。あれ1週間丸々、まあ、間違ったままも流れてるんですか。そう、修正せず、修正せず1週間でも似てる人おる分もしゃあないですもんね。もう結構多いよ、でも新喜劇ってね。あ、吉田も3人いるしね、もう今。そうっすね、ほんまや。もじゃ吉田さん、吉田博さんで今この吉田さん、ほんまや。もういるからもうややこしの前で牧真美もおるしね。はあ、で牧も、はい、宇都宮牧姉さんもおるし。あ、本当ですね。で安代、はい、安子姉さん、安子さん、安江さん、安江さん、いっぱい、安子、安子いっぱいおるのよ。安子もおるしね、言うたら。あ、結構ややこしい、ややこしい人多いよ。だからまあまあしゃあないねんけどね、間違えるのは。そんな中、はい、うちの相方かすってもないですし、まあ色もんなんであれですけど、はい、吉本の公式プロフィール、うん、3,4 年目ぐらいまでずっと川野。そうなんですよ、なぜか。まあ、河野って三水の川に野原の野で河野って間違えられるんですけど、ずっとどこの現場行っても音声さんとかに河野さんマイクつけますねとか、河野さんここ立ってくださいってスタッフさんに言われてて、まあまあしゃあないなと思ってて、パッと公式見たら河野になってたんですよ。公式で間違ってたんですよ。あ、公式が間違ってたから。そうなんですよ、吉本が間違ってる。いやもうそれ最悪やん。これもようありますけど、マイクつけます言うてる人が僕に河野さん言うてて、もう2個間違ってた。確かに河野と野村もなんかややこしいって言われて、能がね2人とも入ってるんで。あ、そうか、能2つ入ってるからか、とかもありますね。確かに。あ、なるほどね、間違いやすいのいっぱいあるね。新喜劇の方は確かに得意そうかもしれないですね。覚えにくいでしょ、やっぱ漫才さんの方が覚えやすいやん、どっちかって、ね、でもやっぱもう団体芸やから、はい、やっぱもう一括りにされるから名前覚えへんのよ。あ、でもやっぱギャグ、新喜劇の人っていう感じで、そう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 、あ、新喜劇の人やとか、はいはい、この前なんか、はい、吉本や、お、吉本吉本って言われて、いやもうそれはもう名前でもなんでもないから、もう知らん人からしたら、あの人吉本さんって言うんやみたいな。吉本という名前にね。そうそう、会社名じゃなく大声でね、なんかもう二十歳ぐらいのヤンキーの子に、あ、吉本、吉本みたいな言われたら、ちょっと優しいないっすよね。さすがにちょっとびっくりしましたけどね。お邪魔しにますを、どうもと、そう、ね、いや、高一さんがね、高一さんがやってくれてるんですよ。お前、ずっと1/2外すやん。何やねん、お前や。高一さんでした、高一さんが、さんみたいな、チラッと見たんですけど。そう、堂本高一さんが、そのなんか、はい、いつもやってるあのお芝居、舞台で、はい、やってくれてるんです。すごいっすね。お邪魔しに回すって。それやっぱ新喜劇見られて好きやっていう、なんかそれらしいんやけどね。高一さんがなんかやってくれてるの、俺もそのファンの方が、あの、お邪魔しにます、やってますみたいな、ただ僕が吉本でやるじゃないですか、はい、で知らん人は、はい、やっぱその人の方が、もう高一さんの方がやっぱりもう全国だから、はいはい、いや高一さんのパクリしてるやんみたいな。これもうどっちが先やねん、これ危ないことですよ。高一さんのパクリやんみたいな思われた時期もあったんよ。はい、あ、こういう人のパックリですよねみたいなとか、はいはい、いや違いますと、本家本元こっちですみたいな。いやそれ危ないですもんね。いやでも高一さんが吉本新喜劇のギャグの人なのを僕がやらせてもらってますって言うてくれたから、結構こうだいぶ僕の方がまだお会いしたこととかはないんよ。この前来てくれはったらしいんよ、その新喜劇の方に。ええー、そう、あ、いやいや出て、辻元さんの週かなんかに出会ったんすか。はい、キンキキッズさんと、はい、パフィーさん、
はあ、特になんか出てなんでその日出てないですか、なんで出てへんねんと思ってでお邪魔しにますの大ファンですみたいな言うてくれはった、絶対その日ブッキングで、そうよ、やってほしかったよ、だって会える機会なんてそうそうないじゃないですか。もうでもジャニーズさんにはかなりありがたいこと、すごいですね、一気に広まる、そう、あの関ジャニの、はい、あの錦戸モスのブログに、はい、それでは皆さん失礼しに回すとか、新喜劇見に行きたいみたいな、結構書いてくれて、なんか結構お忍びで来てくれてはるらしくて、あ、見に来てはるんだ、たまに何回か、すごいじゃないですか、ありがたいんよ、ありがたいんよ、こうやって覚えていただいて、こうやって広めてほしいんよ全国区に。大事ですよね、そのもうやっぱ大事よ、第一線でお名前ある方の、いやその顔やめてください、うん、全然伝わってないけどねラジオでは、ひしひしと伝えようとする顔やめてくださいでも顔に出てんねん、もうこっちの不甲斐なさというか、僕らもう一回ね、ニュースの加藤さん、うん、はいはい、あのコンサートで、はい、大阪ですけど誰か好きな方はって言って、うん、1回だけ仕事ご一緒したことがあって、たま僕らが、出られ、加藤さんが出られてる番組の、まあ、前説みたいなのがあって、はい、それを覚えてくださってて、うん、まあ、大阪って土地で多分まあ頑張ってはるんやろっていう気遣いもあったと思うんですけど、うん、はい、あ、プリマ旦那さんですって言って、うん、名前がします、客がポカーンってそれはまあニュースのファンの方からしたらね、僕らのこと知らないですから、ね、まあまあ両方僕たちも好き、ニュースも好きっていうファンの方からそれ聞いて、うん、もうすごかった、そのお名前だし、マジっすかって、もういや、もうその出したもすごいですけど、空気すごかったんですよ、どうよ、加藤君に申し訳ないよね、それはそれで、お前誰が加藤君言うてんねんお前後輩なんかジャニーズのないけど、年は下でしょ多分、もちろん加藤さんね、加藤さん加藤さんが全てみたいなわけで申し訳ないです、ね、いやいや、でもね、もうこうやってね広めていただければね、僕らも知名度上がるんで、もうありがたいから、新喜劇は今そのブームというかね、いろいろ、そうなんよ、いろんな方もね出てますから、こいつこいつこいつ、高さん、まあ、分からないと思いますけども、はい、僕が指さしたのは、はい、吉田豊ですよ、ねえ、すごいじゃないですか、辻さんにおんぶに抱っこでそんな言い草、あんな野郎が、まあ、同期ですもんね、吉田さんとは、そう、もう吉田とはね腐れんでね、もう15年一緒なんですよ、はい、どうそういう心境なんですか、辻さんにおんぶで抱っこでっていう気持ちなんですか、おんぶで抱っこは あいつの実力なんか何もないよ、もう知らしめたろう思ってます、もう電波に乗せて、同期やからそれやっかみでしょ、それはやっかみじゃないです、違うんですか、事実ですよこんなのは、もう事実をぶちまけた、でもその陰で泣いてる人いますからね、はい、あ、誰、うん、いや、この間NGK のロビーにいっぱいパネルあるじゃないですか、はい、ある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 、ボタン押したらね逆流れるやつですね、そうそうそう、でずっと、うん、男の子はね、うん、パネルのボタンを押してるんですよ、うん、でそのパネルからはいやーん、バカーン、うん、ソコーン言うてるんですけど、ずっとドリルっ て触ってるんですよ、うん、まさじさん切ないな、あんな辛いまさじさんの顔なかったんですよ、パネルで笑顔なんですけど哀愁すごかったそこやないやん、ドリルと勘違いされて押されてはったんや、でも新喜劇には乳首三重視って言われてて、はい、乳首多いですね、それもそれもそうや、ね、まさじさん、吉田豊さん、うん、で今言われてた、そうよ、乳首三重視って言われてんねん川端さん命名やねんけども、この同じ時代に3人も現れます、そうやねん、乳首でいじられてなんか発動するってやつが、いや、でもまあ、おのおのね全然違いますし、違いますけど、最近その乳首ドリルに対抗して、はい、今ベップとマサジがなんかタッグ組んで、はい、乳首をお互い触りながらコンビネーションの芸をするっていうのがあんのよ、見たい、めっちゃ見たい、今大阪の陣でもやってんねんけどね、そうですか、そうそう、やっとんねん、それでも結構ウケんのよ、いやでしょうね、これで今乳首ドリルを抜こうといううわ作戦に出てます、新しい乳首のコラボが、そうです、どん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 生まれてるわけですもんね、そうです、もうだから吉田豊の時代は早く終わってほしいんですよ、もうドリルの時代が、一緒にライブもあるんですから、まあ、だからいやそれは気持ち分かる、俺らの中のバンビーノと一緒やん、言うなよ名前を名前を出すなよなはっきり言うたら、そそう、同期バンビーノ同期で今バーンで売れてますから、ダンソンで CM も出てますもんね、そうですよ、出ますよ、いろいろやってますよ、はい、だってプロの麻雀の動画見よう思った YouTube の CM で流れててゲー吐きそうな何してんねんの時間に同期何してんねんの
まずプロの麻雀の動画見ようとすんなよ。かっこいいですよ、その動画見たくて見てたら、ね、ちょうど流れて CM 流れてちょっと頑張りましょうね、僕らも。そう、頑張ろう、はい、俺らもね。ごめん、ちょっと一つ紹介したいものがございます。ナンバーグランド花月1階の吉本47ご当地市場で大好評発売中の商品、今日はですね、全国の6500人の主婦が選んだおすすめ商品、吉本47主婦らの中から金賞に認定された商品、千葉県のおいでよ柏煮という商品でございます、はい、はい、こちら用意してますんで、プレーンとプレーン味とバナナ味、2種類ありますんで、よかったら食べてみてください。僕バナナいっていいですか。あ、どうぞ。柏煮、ワニの形したお菓子っていうことですね。僕ほんまにゴリラ顔なんですけど、はい、バナナ好きなんですよ、ほんまに何のひねりもなく、そのまんまですね、そのまんまバナナ味が一番好き。あーやばい、乾燥剤ごと食べる。そうそう、もう本物のゴリラみたいなぜひ食べてみてください。どうですかね。バナナや、え、そんなバナナやったらだいぶ問題ある。そうなんですバナナそのもの、バナナ食ってるみたい。しっかりバナナの味がついてるという。いや、ついてるという意味です、ほんまに。うわ、うまっ。焼き菓子でございまして、おいしい。どしっとりしてる感じですか。うん、あのね、はい、たまにベチャーってなってる、こういうクッキー系とか、なんかこうお菓子あるんですけど、はい、そうでもなく、はい、普通に食える、どんどん食える。なんかもうもっちゃりしてたらこう全然量食えないでしょ。そうですね、重いですよね。重い。でもこれ全然食える、結構食べやすい感じの、うん、これ丸ごといっていいですか。もうどうぞ、いいですよ、はい、うまい。飲み物あります、飲みますか、この僕のお茶でよければ。あの喋られへんようになってる、もうカスカスなってあると思いますけど、うん、中にも今日、いやでも大丈夫。今日一番の笑顔が見れてよかった。ほんまにバナナ味好きなんやなっていうの分かりました。バナナのね、味のやつは全部食べてしまうぐらい、はい、こちらお値段5個入りで1080円で売ってますんで、うん、ぜひよかったら皆さんお土産とかにも買って帰ってください、うん、うまい。さあ、そしてですね、はい、先ほども言ってました、ね、吉田さんも出ている舞台、うん、一緒に出る舞台がねあるということですけども、もうキャーキャー言うてるんですよ、みんながね、もう、はい、こいつだけに殺到して。でも、はい、その吉田ともこう協力していかないといけないということで、はい、あの11月の頭、はい、2日3日にですね、はい、吉本新喜劇金の卵1個目10周年記念ライブという題しまして、はい、11月2日と3日違うことをね、はい、するんで ね、1日ずつ2日間ありまして、まあ、言うと全員同期の方ということですよね。そうなんですよ、この1個 目、ね、はい、で見事合格したメンバー6人で、はい、その NGK2 日間やろうということで、はい、松浦さん、太田さん、前田さん、吉田さん、佐藤太一郎さん、森田さんということで、はい、6人でやられるんですか、もう2日間とも。そう、2日間ともゲストなしの6人で、1日目がお芝居、はい、で 2日目が新喜劇と、はい、10年間を振り返るトーク。10年間のトークで履歴書とかもね、バンって出したり、だから、はい、出すらしいんですよ。で僕らもまだ見てないんでね、はい、10年前何を覚えてないたかとかも全然覚えてなくて、当日思いっきりバンって出されるらしいんで、はい、結構恥ずかしい可能性もありますね。恥ずかしいかもしれない、何書いたか分かんないんですよ。確かに、なんかそのこの芸人を志す理由はとかもあったような気もするんでね。あれ、なんか恥ずいこと絶対書いてると思うんですよね写真も何枚か送ったと思うんですけど、そんなんもまたあったりとか、ね、いろいろ秘蔵で VTR もあるらしくて、うん、いろいろ面白いトークになってますんで、よかったら、はい、2日間ね来ていただければ、はい、あの1日2500円なんですけども、はい、投資券で4000円、4000円で安いですね。安くなりまして、はい、しかも、特典 DVD をプレゼントするという。これいいじゃないですか。はい、行くならぜひ2日間投資券買っていただいたら DVD ももらえると。そうなんですよ、いうことなんで、ぜひぜひオフショットとかもなってる、なんか素晴らしい DVD になってますんで、ここでしか手に入らない。はい、そうなんです、ね、よかったら買っていただけたらなと思います、はい、ぜひとも11月2日3日は生グランド花月にぜひ皆さん見に行ってください。よろしくお願いします。お願いします、というわけでぜひまたこの、音声にも遊びに来てください。あ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、この時間のゲスト吉本新喜劇の太田義信さんでした。どうもありがとうございましたありがとうございました。オンストメッセージ。さあ、今日のテーマは漫画みたいな出来事、漫画みたいな出来事です。では紹介していきましょう、はい、京都府ラジオネームマニアさんからいただきました。野村さん、コロンさん、オンストスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。私の漫画みたいな出来事ですが、それは中3の時に教師という存在をありえないくらい好きになってしまいました。本当に結婚したかったくらい好きでした。そして卒業式で初めて告白をしました。およく少女漫画にある生徒と先生の恋に憧れのまま朽ちました。今は私の同級生と結婚して最近子供も生まれたようです。うわ、すごいね。貴
汚ね。いや汚ないやん、全然汚ないやん。汚ね、全然汚ないやんか。汚ね、何を言ってんの。汚くはちゃんとな、まあだから同級生と結婚したんやな結局先生。うーん、憧れてたんやけどな。それはどうなんやえ、生徒と教え子みたいな。まあ結局そうやねんけど。ええー、か、いやしょうがないじゃん、それあるんちゃう、それもちろん女の子は多いな。でもまあ憧れるんやろな、年上で、まあ、先生かっこよかったらな。ちょっと一回、うん、あの高校の時に、うん、あの爆モテしたことがあって。え、それが教育実習の先生が、まあ若いやんか大学、まあそれな、な出る、そこそこ、出かけとか、まあ来てた人がすごい柔和な感じの雰囲気持ったパーマがかったね、ゴシャーっとしたちょっとやぼったい感じの髪に、もう瓶底の眼鏡かけてて、でなんかポソポソ喋るような人やってんけど、まあなんかそのちょっとした言うことがボケてるんとかじゃなくて抜けてて面白いみたいな。ほんまなんか少女漫画に出てきたらその人は意図してへんけど気づいたらもうなんか周りがはってなってるみたいなタイプの、はいはいはい、ま、漫画から出てきたような人やなと思って男見てて、うん、別に俺もその先生好きやったんやけど、まあまあ教育実習期間終わって抜けた時にもう女子の落胆っぷりがすごかって、あーあーみたいな、みんなやっぱ好きやったよな、なんでも来てくれへんかなみたいな。いや教育実習の時すごいね、みんなそう言うてて、でもそこまでは普通やって、ふとした時に、その先生の雰囲気が俺に似てるってみんな気づきだして、俺はなんとなく踊ってん、はあ、その先生とも喋っとってん、なんか僕たちって似てるよねみたいな、はあはあ、そうですねみたいなのやり取りがね、そっからその先生の代打みたいな形でめっちゃ持ってた。切ないわもうだからおらんくなってからやろその人が。そう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 、いやええー、ねんかどうかわからんなこれ。でも当時俺はおしゃれがわからんかったから、もうその先生にワックス何使ってるんですかとか、もうなんかいろいろこう教わって、でも結局今思ったら そうやね、その先生になるべくして近づいてってたから、で周りの女の子からしたらちょっと穴埋め的な感じだったわけでしょ、なんか間埋めてほしかった、おらんくなったから、ちょっと今とりあえず野村で埋めようか的な。27になってるけどね、女の人にされる扱いって大体そう、あんまいい扱い受けてないですか、ちょっとこう寂しかったから、間埋めてほしかったみたいな。切ないな、まあ女の子でもそうやから、次行きましょうかね、次たちラジオネーム急いで行って、はい、行きます。舞さんからいただきました、漫画みたいな出来事ですね。プリマダンナのお二人、スタッフの皆さん、こんにちは。今回のオンスメッセージテーマ、漫画みたいな出来事と知って一番に思い出したことです、19歳の頃、通学するために自転車に乗っていてブレーキの効きが悪いなと思いながら坂道を下っていた時、前方に50代くらいのサラリーマン風のおじさんがいました。ゆっくりめのスピードでブレーキをかけながら近づくつもりが全く効かず、おじさんの股の間に前輪が突っ込んだ状態で止まりました、怒られると思いきや股間に前輪が挟まっている状態のおじさんは半笑いながらも無言のまま去られました。あれから10年以上経った今でも坂道での運転は気が引き締まる思いでいます。あってはいけなかったことですが、あまりにも滑稽すぎる出来事でした、いやバーンとこうおじさんの股のところにね、で止まったよね、その状態で、で怒らず、まあおじさんも怒られんかったよな、まあな、そびっくりとちょっと恥ずかしさもあるからこういう時って、でニヤッとして半笑いまま去っていったっていう。こけてる人とかなんかそういうのめっちゃあると、この間もあのビッグカメラの前で、なんか走ってくると聞こえると、僕はあの、ファンかなと思うのよね勘違いちゃうか、基本的にあんまないやろ、だいたいちゃうねん、だいたいちゃうねんけど、走ってきたからあれファンかなと思ったら、まあちゃうかって、これをもうすぐスピードで抜き去ってた女の子がこけてんねんけど、やっぱ恥ずかしいのもあんねんけど、なんかそういう時ってめっちゃ笑うねんな。あ、その子やろ。そう、わかるわかる。でも自分もそうやいったーもうな、最悪とかずっと一人で言うてんねん、友達もおらんねんだから周りに気使われるのがもっと恥ずかしいから、俺でもごまかしたいの。俺ちょいちょいこけたりなんやするけど、なんかもうでもなんかこっちから言われるより大丈夫ですかって言われるより、いったーとかさっき言ってまえない、恥ずかしいやん、来られる方が。もういったってその言うてんのがそれを隠すために言うてる、いったってバレるから嫌や、まあ、分かってんねんけどね周りも、その女の子もそういうことやる。だからそれ絶対ごまかしてるからそんだけ喋んねやろその子も。で俺またようこけるし、なんかぶつかったりとかも多いから、
反射で出るときあるけどな、バーってぶつかって、でも行ったって言って一瞬で、あやばこれごまかすために言ってる行ったって周りにバレると思って、うんうん、行ったなんか空笑いをそのなんか今の違うでみたいななんか足さなあかんと思って余計に様子おかしいにめっちゃ変なやつになってるよそれ結果。いやーでも気持ちはわかるな、だから恥ずかしい思いした時こそ、おっちゃんの気持ちはわかるな、では続いて兵庫県ラジオネームゆたんぽさんからいただきました。野村さん、河野さん、こんにちは。今週のテーマは漫画みたいな出来事ですが、私が小学生の時の話です。その日私は男の子がゲームしているのを見て遊んでいました。私は座っている男の子のゲーム画面を上から覗くように見てたのですが、その子が不意に手を上に上げたのです。私は顔に当たると思って避けたつもりでしたが、微妙に間に合わず男の子の指が私の鼻の穴にスポッと入りました。男の子はすぐに手を戻し、うわなんか濡れてると言って小指を眺めてたんですが、私はそれが自分の鼻水だということがバレるのが恥ずかしくて言い出せませんでした。結局男の子は小指をズボンで拭き、またゲームに熱中していました。もう10年くらい経ちますが、いまだに忘れられない出来事です。お二人はそういう経験ありますか。うわなんかその彼女と男の子のとこ謝りに黒けしたいなそのな、言えなかった思いをな、その当時は。確かになぁ、スポッて一回、うん、小学生の時に好きやった女の子がいてて、うん、で僕はすごくいじめられてたんで、うん、掃除当番をみんな僕に押し付けて帰るんですよね、基本、はいはい、でほうきをやって、うん、でトイレ掃除行って、うん、でモップがけして、でモップのね棒を焦がしもったんですよ、うん、であっと思って、うん、棒を持って持ち上げるタイミングで、うん、女子組が、うん、女子トイレの清掃終わって、うん、僕の好きな子が出てきたんですよ、うん、でその動線的に、うん、別に全く気づいてなくて、うん、彼女の言った股の下にはぁなるほどモップがある状態 で僕も別にその反応してなかったから、うん、もう拾わなって意思だけやから、うん、バッと持ち上げた時にその女の子のスカートがブワッて上がって、うん、あっほんまにこれもう普通に声出てもうて、うんうん、やってもった。そうで向こうもめっちゃ喋ってんねん。でゆっくりその自分の下にもっぱいあること気づいてない最初な。気づいてない、うん、でバッてなんかあれスカートがなんかしゃがったって、うんうん、この子でそーっと見て、うん、でモップの棒をたどって俺がおんねん、うん、もう俺真っ青や好きな子やし、うん、うわってなってんねんけど、その子が、うん、もうちょっとクスッと笑ってエッチって言ってそのまま行って好きなのやろいやお前が一番漫画みたいな出来事やん。それやで、まあ、たまらんかって余計好きになってもいな。その女の子めちゃめちゃモテるんちゃう。大人やってんエッチって言って、うん、ほんまちっちゃい声でクスッと笑って。大人やなほんまに、ほんまできる子やな。もうやめてよとか言わんかったんやとかありそうやん。でも私、うん、俺いじめられてたから。そうやん、あらあらあら、そう女子にはみんな来てみたいな、だいたいそんな感じやったけど、その子はなんかだからそんなんも好きやったやろな。まあもうそれも含めその感じも素晴らしいな。できるそんなブース前の皆さんよ。無理やろ。スカートパッてね、なあできるか。無理やろ無理やろ。エッチって言える。エッチって言ったことあろうな。ないやろ。そのエッチってすごいで。やろ。え違う違う、その感じでやんか。 IH とか言うやろ。 IH 関係ないよ今。なんで IH 関係あんねん。エッチって言わんな。でも漫画のあのウィウィしたなの感じな。うん、わかるわかる。ちょっと広いな。エッチって言って去っていかれたことないもん。お前すごいなその経験、うん、いやほんまにあれは貴重やったと思う。未だに鮮明に残ってんもん。ええー、なぁ。マジで羨ましいっすよねそれ。エッチって言って去られたいもん。やっぱりわぁってこの残されたな。そのさっきのエッチのトーンで言われるスケベもうめっちゃええ俺これも経験あるんだけど。おー、あんの経験あるあるある。スケベ、え、ずさってきたの。いやそれは昔彼女に、すごかったから。これもう別にこんなほんま言わんでええけど何やねん。あれ19ぐらいですよ、はいはい、19の男ですよ、うん、もう18で初めて経験したんですよ、うん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 、1年しか経ってないから、はいはい、もうアホやから。まあまあまあそれはな。その日は6回そういうのもうやめようかやめようか。エッチで終わってて分かんないっちゃうか。スケベ行かん方がええんちゃう。エッチでな、俺のエッチはすごいそこでよかったよ。そう6回とか言うともう違うけどな
やめとくか。6回ってあれやで。エッチがやで。いや、それやめて。エッチはいい思い出で置いてきたからいいわ。やめおかすけど。何やったよ。怖いね。あの年の。怖いです。まだ深い時間にその話聞きますんで。もう外食行くもせんから、ピザ頼んだもん。何の話や。もう外も出たくないっていうこと。とりあえず家の中で。うわーなってんねんけど。なんかもう。何かあれば。何や、なんかに。なんかに駆り立てられてたやん。何かあれば始まるから。そう。外行く余裕なく、ピザ頼んでた。ピザ頼んでた。マジ。というわけで、今日は漫画みたいな出来事を紹介しております。後半でも紹介しますんで、まだまだ送ってきてください。以上、音素メッセージでした。力を合わせのプリマチャレンジ。さあ、このコーナーは我々プリマ旦那が力を合わせ、いろいろなことに挑戦しようというコーナーです。今日のチャレンジは、マイナンバー制スタートプリマ旦那の数字揃えましょうでございます。今からですね、プリマ旦那の思い出の数字といえばで数字を揃えることに挑戦したいと思います。思い出の数字、はい、揃えるのは一桁の数字だから0から9までの間ですね。11とか12とかそういうのなし、0から9で、お互い相手に見えないようにこれだと思う数字を書きましょうと。これ結構難しいと思うんだよ。思い出の数字、数字やからな。あれしかないやろ。俺も一個あるよな。うん、多分そう。いや、しかないこれやなっていうのが。うんうんうん。じゃあとりあえず書きますか、数字をね、はい、それぞれお互い見えないように。さあ、なんでなんでやろ。ゲスの極み乙女、あんまお前好きちゃうんだよ。いやいや、好きよ。好きよね、ゲスの極み。俺言ってるやん。俺マジで好きや。違いが分からへん。いやいや、好き好き好き、何がやねん。音楽言うといいから。あんま違いが分からんけど、世界の終わりとゲスの極みの違いが分からへん。いや、やめてやめて、お前やめてよな。怖いねんって、いろいろ。カナブーンとかもなんか言うとった。カナブーン好きやね、俺めっちゃ。カナブーンほんまに好きやねん。さあ、お前、お前が言ってんのはカナブーンやろ。カナブーン、虫のカナブーン。俺言ってんのカナブーン。カナブーンや、俺。お前言ってんのカナブーンや。俺言ってブーンの方。さあ、数字かけましたか。かけましたよ。では僕からいきましょうか。はい。では僕が思うプリマ旦那の思い出の数字はこちら。4。お、なぜ 4？ とりあえず野村くん出しましょう。理由は後で聞きます。理由今聞こう。今行く？うん。僕は、初めてプリマ旦那が初めてレギュラーを持たせていただいたチャンネルで書きました。この4チャンネル、まあ MBS さんで番組させてもらって、いろいろロケとかさせてもらったことから、いろいろこう仕事いただけたりとか、さすが。結構このターニングポイントになったんじゃないかと僕は思ってるんで。やるな、お前。4。で、ちょうどそのレギュラーを持ったんも4年目やしな。あ、いいやん。この、そう、かかってる。全部4円入ってるわ。プリマ旦那がこの時4人組から2人に変わったから、お前4万。ずっと2人や。もう残りの2人誰やねん。ずっと2人。確かに4は確かに因縁があるな。そう。縁がある。やろ、うん、これはわかると思うねん。さあ、じゃあ行きます。野村くん、何の数字書いたか行きましょうか。野村くんが思うプリマ旦那の思い出、思う、プリマ旦那の思い出の数字はこちら。4。おお、来た。理由は一応聞きましょう。理由、これ違ったらダメなんですか。理由ちょっとダメです。うわ、え、理由違ったらあかんねん。ごめん、ちゃうねん。え、これもう嘘ついてもしゃあないもん。何、これは去年の正月の1月の6日ぐらいに、河野が楽屋で他の芸人に、いやー今年新規の女の子もう4人飲んだわ。待て待て待て、お前何の話してんねんな。何の話してんのお前な。しょうもない自慢を。やめろお前そんなこと言うの。うわー、その4か。その4かちゃうやろお前。くそー。何がプリマ旦那の思い出やねんそれな。くそー。そうちゃうわ。ほんで言うなそういうこともなあ。新規の女とか言うなお前。いや、ほんまにはっきりその言葉で言ってました。違うよ。新規の。違うよ。たまたまお店にいてただけ。もう別に普通飲んでたやん。ねほんまやって、ほんまに何にもあらんやん別に。これでも数字揃ってたけど、理由が。違うから。違うことないやろ別に。合わせろよお前。なんで無理やり変な。そんな嘘つかれへんもん。無理やり変な理由出すからやろ。嘘つかれへん。ほんまに。ということでチャレンジ失敗。いけるかな思ってんけどな。でですね、罰ゲームなんですけども、うん、罰ゲームは誤差しっぺというものでございます。方言違います。何、誤差、数字の誤差の分だけ
足を引っ張った方は相手が失敗されるというルールなんですが、が総裁ってことなんですよ。しゃあ、いやこれなんなんこれ。レギュラーで罰ゲーム回避。この失敗してんのに罰ないって一番あかんで。なあ。さあ楽しかった。はい、4時台もあっという間で。うん、いや、ちょっとしかまってんねん、このだからこんな変な失敗するから罰ゲームの時間余っとんねん。え、あと1分1分半ぐらいあるよ、まあ、1分半じゃあ全然関係ない、最近あった話するわ。あのねええけど別にほんまに多分僕の人生で後にも先にも、うん、もう一番のやかましいわが出たんですよ。やかましいわ、もう後にも先にも一番のやかましいわ。何よ、親父と飲んでてね、はい、で僕の僕兄貴7ついてて 7年空いてるんですよ。7つ上ね。7年夫婦のそういうことがなくて、うん、何があってんの聞いたら、うん、実は親父がパチンコにめっちゃハマってて、でそれであの家のお金に手をつけて お母ちゃんはえらい怒らしたと。親父も当時若かったから、でそれで大喧嘩になって離婚まで話してて、 お互いのね、あのご両親出てきて、 おじいちゃんばあちゃん言うて結構話大きなってるやん。ほんでまあまあ思いとどまってっていうのがあって、うん、まあ仲直りのタイミングで俺ができたと。なるほど。そんなあってんやって言ってて、せやだからパチンコをわしがやってなかったら お前生まれてへんねん言うたら、お前出玉ややかましいわやかましいわ嫌な言い方やな、それ。そうそうそう、出玉言われた、お前。酒の席やったからな。いや、あ、ちょうどや。はい。ぴったんこ。ぴったんこでございます。というわけで、この後5時からですね、さまざまな職場で活躍するプロの仕事人が本音を語るお仕事紹介番組、職業体感ライブをお送りします。そして、今お聴きいただいている曲は、ESFM10 月のリコメンナンバー、夕食ホットで1903です。俺の心の金メダル、プリマリンピック。さあこのコーナーは河野と野村くんが週替わりでいろいろな物事に心の銅メダル、銀メダル、金メダルをあげようというコーナーでございます。はい、今週は私河野のメダル授与の番です。はい、では早速いきましょう。今週私河野がメダルをあげたいのはこちら、今年も大盛り上がり、ユニバーサルスタジオジャパンホラーナイト、ぜひ乗ってみたいアトラクション。はい、というわけでございましてね、この季節がやってまいりました。お前さ、その通用してへん手をなんでずっと使うの。いや好きやねん、やっぱり USJ ユニバーサルスタジオジャパンね。野良くんまあ行かないでしょ、ほとんど。大嫌いですね。大嫌い、そんなはっきり言わんでええよ。でユニバーは好きですよ、はい、面白いし、ね、ただやっぱ行くのが億劫なんで、はい、僕は。でも今やっぱすごい大盛り上がりで、お前ディズニーランド、ディズニーシーって来場者数が減ってるらしいんですけど、USJ はもう上がってんの、増えてんのよ。で去年あのハリーポッターできて一番今まで最高数の入場者数だったし、今年そのパスポート値段上がってるけどもお客さん増えてんねん。それをホラーナイトが今年もすごいから、今なんかだから日本のテーマパークで良いらしいですね、うん、ね、そう、上位どんどん上がっていってるんで、うん、まあ、僕もちろん今年も行ってるんですよ、ホラーナイト、行ってきたんですけども、乗れてないアトラクションが3つあるんで、そのいろんな紹介しつつ乗りたいアトラクション3つという感じで紹介したいと思います。どんどん行きましょう。どんどんじゃないです。まずあのホラーレベルがね、1から10まであるんですよ。はホラーレベル、ね、怖さのレベル1から10まであるんです。これはどん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 これ順を追っていきます。まず1が、まあ、ここ大きく分けると9つのお前10も行くん、もうええって大体でええって。いやその大体で大体で言うけど、9つのコンテンツがありますんで、ホラーレベル1で言うと貞子と呪怨っていうのがあるんですよ。あんなめっちゃ怖いやん、ね、リングに出てくる貞子呪怨っていう映画あるじゃないですか。あれで1なんや。あれ をコラボした乗り物だ。貞子で言うとスペースファンタジーザライド、うん、でターミネーター、バックドラフト、この3つが貞子に呪われたという設定でアトラクションが展開します。うん、これ夜で6時以降になるとこれが始まるんですね。うん、で僕その中でもおすすめのはターミネーター。ターミネーターはまあ全部言わないですけど、普段通りかなと思って最初入ると、あの、綾小路麗華さんが、こう、いろいろ、こう、してくれるじゃないですか、最初、案内を。いやねんけど、途中から映像を乱れたことで、貞子の世界になっていく。で、最初、ほんと軽いコラボかなって思って入ったら、もう全くいつもと違う乗り物になってるから。うん、肩透かし食らう、床沈む演出だけじゃないの、うん、肩透かしとか言うんだよ。パスパスってな。最後あるけど、そういうのもあるけど、そういうのも駆使して。ジョン・コーナー全然似てへんし。ターミネーターな、帽子深くかぶりすぎてもう顔わからんぐらいにしてる。全然似てへんやん。そなあら探すな、なあ楽しめ。バイクだけおーってなるけどターミネーターの時な、そういうのも全く違うねん。
いつものターミネーターと思って入ると全く違う、それが楽しめるから。では和洋折衷ね、もともとターミネーターって洋画にこの貞子の和のテイストが入ってる、うん、はいはい、もうその空間は言うたら中華や、うん、違うよ、全然違う、中華感一切ないから、興味ないやろ興味ないな、ないよ、一切ないよ。楽しいで、全然ほんまに怖い、やっぱ怖さもあるけど、ホラーレベル1でも言うてもまあまあ怖い、うん、で、呪音はバックトゥザフューチャー、野村君好きなバックトゥザフューチャーが全く変わっております、うん、デロリアンには乗り込むんですけども、あの未来とか過去とか、あ、もう言わんといて、はい、当てるわ。何？ビフもおる。ビフおらへん。ビフももう乗ってる。違う、そんなんじゃないね、関係ないやん、呪音と。呪音やから、うん、年を置くんやな、その家に行くという設定になってるんです、こうね、あのやつや、そうそう、あのやつな、あれな、あの男の怖いやつ、パンティーの子や。いや、あれをパンティーの子って言うんだよなパン1やけど、あの子な、白い肌の、白パンティーの子や、うん、白ブリーフな、パンティーな、パンティーの子とか言わへんやん、そこだからコラボしてるから、うん、それも全くいつものバックトゥザフューチャーと違うんで、これレベル1。それ何、あのやっぱこうさ、はい、時代がこうタイムスリップしてさ、うん、恐竜の時代飛んだりとかするやん。ああ普通やったらね、感じでさ、だからドラえもんとかって、はい、うん、タイムスリップしてる時にこういっぱい時計がこう浮かんでる映像あるやん、うん、あの感じでいっぱいパンティーが浮いてるみたいな。違うよ何なんそれ、コラボやろそんな荒いコラボするわけないやん、気持ち悪いパンツの空間飛んでいくの見えへんな話が見えんの、家に、怖い家に行くという、まあ、言ってくれたら分かるわ、これでもレベル1やん。車乗って家行くん？車乗って、なんかそういう世界やな、そういう、うん、その年をその家や、怖い家にあんねん、取り付いてる家な、そう、取り付いてる家、そうに行くわけ。でそこ全く違うから、いつもと。へえ。で演出も、まあ、これちょっと言えないけど、ある演出もすごい怖いんで、ぜひこれ乗ってほしい。それ聞かしてよ。これ大事なとこやから、ほんま言わん方がええねん、知らんと言っても絶対楽しいとこ。ヒントというか、なんかそのせっかくやねんが、なんかえヒントちょうだいよ、そのほんまだからいつもと違うから、ま、最後の最後まで楽しんでください。わかった、はい、わかった、なるほどな。毒、いやないねん、毒がバックトゥザフューチャーやろ、黒染めしてる、してないよ、国際で。何が怖いねんそれの、なあ、黒髪の毒出てきて最後に、あの年で国際そんな怖がりそんな怖がり、何がホラーナイトやねん、それとな。これレベル1で、まあレベル1から2はストリートゾンビね。これでもなんか去年行ったから知ってると思いますけど。知らん行ったやん、モテル君のロケで行かしてもろうたやん。で夕方6時以降はもう、あのパーク内にゾンビが現れるというのも、これも1個のコンテンツですよ、大きな。ほんまにもうその路上にいっぱいおるから分からへんねん、ほんまに。だから仮装してる普通のお客さんもおるから、これどっちなんほんまはっていうなるぐらい怖いから、それがまた楽しかった、ね、そう、うわって驚いたらただのお客さんやったとかもあるし、でも全然気づかんといきなり背後にゾンビがおったりするというのもあるから、それ楽しめます。で、じゃあ銅メダルいきましょう。銅メダルこちら、ホラーポッターエリアオリバンダーの店。違うよ、杖のやつ、ね、あるけどアコホラーナイトしてないね。え？アコ関係ないんですよ。あんな一番ホラーに近いのに、はい、ハリーポッターな、あそこ違うんです。ボルデモート教が出てきたりとかないの。違います。銅メダルは離ないホラーレベル2、学校の階段。え？学校の階段がね、今年からこれ新しいアトラクションとして、野村ひろのぶさん、そうです、はい、そうです、そうです。あの学校、あの学校の階段ね、僕ら本当に世代じゃないですか。松之助師匠がね、出てたおじいちゃん役で、実は幽霊やったやつな。そう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 、1995年に公開されたあの映画だ。20年前の映画が今このコラボしてるんです。あれもう20年前な。そう、だちょうどほんま自分らが小学生ぐらいの時に見てた。だから今の若い子はちょっと知らんかもしれんぐらいなんで。らしいな。うん、学校から知ってます？テケテケとか知ってます？知らない。テケテケっていうね、妖怪カマ持ってね、飛んでる妖怪がいるんですけど、うん、でトイレの花子さんとか口先女とか、まあこれ僕乗ってないですけど、そういうベタな話を、あのセサミストリートの 4D の劇場、こっちゃごちゃしてんの普段はセサミストリートをやってるね、うん、4D の 4D シアターっていうのがあるんですよ、うん、ほんまにこう 3D メガネかけて飛び出してくる。いつも前は何回か行ってるからいるかな。前は撮ったことある。一緒行かへんやろな。行けよ行けよセサミもめっちゃ面白いから。飛び出し5万じゃ、セサミストリートやろ。セサミストリート分かるやんか。
セサミストリート、うん、4D やから映像飛び出してくる、うん、プラス匂いとか風とか、うん、水がかかったりとか、それとかプシューってこの椅子が動いたりとか、うん、体感しながら椅子動くやつ2個もあんの？ありますあります、体感できるんです、それをね、うん、それの学校の階段バージョンが今年入ってるんですよ。野村博信さんが、うん、のいやどこまでか分からへんねんけど、空気が吐息がいやその本人の吐息も聞こんでないやろ、前田愛ちゃんとかの出てはったけどな。いやだからそれをなんかチラッと見るとその血しぶきをその水で表現したりとか、めっちゃ怖いらしい。これでもレベル2らしいねんけど、まあ、でも学校の階段ってちょっと子供でも見れるっていうやつだからそんな怖ないもん、ね、映画自体はね、だそういうなんやねんお前、行ったこともないのに。いや映画自体はね、いや油断して入ると結構怖い、そうらしいやろ、らしい。ほんまにいろいろ断定すんなと言ってへんねん。でもねこれね、ほんまにこれあの早めに行かないと今入れないですよ。整理券取らないと、うん、もういっぱいなのすぐ、だから6時からやねんけど、このパチ屋みたいな感じ、お前なあ、そんなんだってカップルも多いやろ。いや、まあ、そうやねんけど、迷信でる、迷信でないよ、こっちはパチ屋は知らんけど、整理券取らなあかんねん、朝一できるだけ早く行ってキャンプでしか使うはずのない椅子つこて待つん、パチ屋やろ、パチ屋の朝方やろ、うん、なあカップルが座って待っとるわ、新聞読みながら、全然ちゃうねん、新聞読みながら、新聞読んでるやつおるやろ新聞読んでるやつおるわ、ようおるわ新聞読んでるやつも、そんなんじゃないから、うん、夢の国ですから USJ は、楽しいところですから。夢の国はディズニーランドじゃないみたいなもんやから、テーマパークっていうの楽しめるとこやから。ディズニーとワーナーはまたちゃうやろ。分かってるよ、違うねんけど楽しむ、テーマパークとしてな。じゃあ俺はだから普段行かへん、うん、興味がないねん、なるべく早く行って、うん、ほんまに6時以降のこの開園やけど整理券ぜひ取って並んでほしい。あ、だから次行くときこれ行こうと思ってる。日中には配ってんねん。そうです。でまあレベル2で言うと、あとエイリアン VVS プレデター、んそれは銀ってことだよな。いやこれ銀じゃないよ、これだ徐々に追っていくから。いやもう2これ違う、番外編、番外編や、2個目やん、これも今年から始まりました。番外編って言わんと、これも今年から始まりまして、これ乗りました、これも楽しかったから、これは本当に歩いていくお化け屋敷タイプでね、うん、これもその映画を再現してて結構ちょっとグロめですけども楽しいんです。じゃあ銀メダルいきましょう。3、はい、銀メダルこちら、ホラーレベル3、バイオハザード、読むなよ、バイオハザードザ・リアル3。おこれね、これはもうちょっと定番になりつつあるホラーナイトの3年目なんですけど、3ですから、はい、バイオハザードザ・リアル3ということで、これもでも新しくなってるんです。去年野呂君入ったでしょ、僕も入りましたけど、モテる君で行った。お前がなんか変なことしてたあれやろ。変なことってない、なんかパスワードみたいな、そうそうそう、テーマパークの中で探して、うん、でそれを最後誰かメンバーの中から一人選出して入力したら、入力したらここから出していきますみたいな指示されて、うん、コーナー行けーっつって、うん、行けーみたいなって、なんかピッとしてプスッ絶対上がんかったなんなんお前っていう、俺の中で自信あったコーナーやってんけどちゃうかったってだけでな。で去年はほんまにその銃持って歩きながらゾンビ撃って、そういうことでパスワードとか覚えて入力して脱出できるってなったけど、それプラス今年はゴーグル、専用のゴーグルをかけるんですよ。これ潜んの？潜れへんよ、水中意見が分からへんねんって。ゴーグル、メガネみたいなのかけると、うん、そこに映像が現れて残りの弾の数とか、こっち亀みたいやなそうなん、中川がたまに持ってくる。あんと、あの今週号そんなんやったで、最新のやつ、まあ、まだ読んでないの、ちょっとごめん今のところ。ええ、こっち亀読んでないから、あぶね、こっち亀楽しみにしてないから毎週。俺も言いそうになったわ。そうだから、ここに画面が現れて、うん、例えば銃狙ってるところとか、うんうん、そういう映像も楽しみながらしかも恐怖も味わえるという、うん、最新バージョンになってるらしいんで、これもね、でもほんまに朝一で行って整理券取らないと入れない。ほんまにすぐいっぱいになるから結構人気のある、このホラーナイトの中でも。純粋な疑問としてさ、はい、ハリーポッターエリアは、はい、ホラー系とは絡みないの？ハリーポッターエリアはないですね。あ、じゃあっちはゾンビいないです。今みんな、はい、ホラーホラー言うてるやろ、はい、ハリーポッター空いてんじゃん。あ、そのだからそれを狙って行く人もいると思うよ。うわ、行こうかな。そう、ハリーポッターはほんまに普段やったらめっちゃ人気あるから。ハリーポッターも今年、去年できたけど1年でリニューアルして 3D になってんのよ。さらにバージョンアップもしてるから、フォービズンジャーニー、そうそうそう、パワーアップしてるから。確かにホラーナイトのシーズンはこっち人気あるから
乗りたいんやったら今行くのもおすすめかもしれんね。行こうかな。チャンスかもしれん。行かれへんよ。なんで残金700円、まあ、確かにな。ホグワーツの招待状もらって。違う違う、残金ってね、残金700円やから招待状なんかないから。言うなよ。無理や。来月な。誰かがなんか年パス行くか。年パスちゃんと顔認証とかもあるから。あ、そう。ダメですよそんなの。まあ、これが、銀メダルですね。まあホラーレベル4があと2つありまして、これもこの、ね、どう今のもうそれは金やん。違う、じゃあバイオハザードザリアル3は俺全部紹介したいの。レベル3やったやろ。全部紹介したいの。いや、ほんで 4じゃあ次4ですって。それはもう別個やん。じゃあ、ね、これ番外編4が2つあって、番外編の時は番外編ですって言えよ。番外編ごめんなさい。ホラーレベル4、これチャッキーのホラーファクトリー2っていうのね。これ、うん、去年もチャッキーのホラーファクトリーやったんですけども、さらにちょっとパワーアップして、もうこれも結構グロい、結構これは4やからレベルが、スプラッタ映画やもんな。ちょっと怖い感じになっております。で同じくエルム街の悪夢っていうのね、これも今年からこれは新しく入りまして、これも歩いていくお化け屋敷タイプですけども、ちょっと一風変わってるのが、5人1組ぐらいで同じ一方の綱を持ちながら歩いていくという、絶対これ話したらいかんから逃げられへんという怖さを味わいます。話したらどうなの。ダメです、話したら。違う、話したらどうなの。いや、それはもうあかんちゃう、知るんちゃう。フレディに殺される、殺されるから。でも絶対話さずに一緒にこうチームになって歩いていくという。これも今年から、これも面白かった。これは僕行ったんで楽しかったです。行ったやつ言うてない。行ってないやつを今日発表するんだろ。行ってないね、この3つやから。残り1つ、これ行ってないですよ。これ金メダルいきましょうか。金メダルこちら。トラウマのやつな。ホラーレベル10、トラウマ最強実験病棟。これがね、だから今まで紹介したのってレベル1から4なんですよ。マックスでも4やねんけど、一気に跳ね上がってレベル10というね。もうだってこれ10って言いたいから多分設定してるしな。違うよ、なんでそんなこと言う。違う、だいぶ怖いっていうことやねこれ。まあ噂は聞いたことあるけど、本当に何をが起こっても責任取りませんという、もし本当にトラウマがなっても責任取りませんという、まず誓約書を書かされる、うん、それにちゃんと名前書いてサインして、で項目もネットに上がってる項目見ると、ホームページ見ると、密室閉所恐怖症の方もダメやし、うん、まあ、もちろん妊娠中の方とかもダメやし、で虫が苦手な人もダメって書いてある、うん、で出てくるとこ見ると、水、効果でいうと水とかストロボ、暗闇、ジェルで生きた虫っていうのがね書いてるんですよ。つまりそのアトラクションどっかでほんまに生きた虫が出てくるらしいよ。これめっちゃ怖ない。だから虫苦手な人ももちろんやけど、その恐怖プラス気持ち悪さも僕はあると思う、これ銃に関してや、うん、でプラスこれは普通のやつは、今まで紹介したやつは年パスでパスポートで入りますが、これは別個で2500円かかるんですけど、それほどでも出していいぐらい怖さを多分追求してる、うん、テーマパーク史上一番怖いんじゃないかと言われてるトラウマ、うん、これちょっと乗ってみたい。乗るん、それは。いや、歩くタイプやと思うねんけど、で強制やねんって。強制、そのなんか指示されるねん、ずっとその、キャストの人がいてはって、うん、その人の言うことを絶対に聞かないとダメということだし、でそれはほんまに虫をお前触れって言われたら触らなあかんし、でどこまでの指示が来るのか分からないんだけど、めっちゃ怖い。だからほんまにリタイアする人もおる。それがもう無理ですって言って泣いて帰ってくる人もおるぐらい怖い。でこれまたあれやろ、別で金払わなあかんねやろ。はい、2500円かかります。これは入場料とはまた別やろ。プラス2500円。でもこれもだからチケット取らないと売り切れになっちゃうから、でも2500円出すぐらいの価値があるから多分作ってると思うのよこれは、うん、ちょっと行ってみたよねこれ今年のホラーナイト。だ残り3つ、俺学校の階段、バイオハザードトラウマはまだ乗れてないんで、今本当に乗ってみたい3つのアトラクションです。はいはい、 USJ 素晴らしいですよね。また来年も新しいジェットコースターもできますんで、はい、ジェットコースターとかそのジュラシックパークのねシリーズの新しいのができますから、はい、今工事中です、はい、今行っていただくと、あ、作ってるなっていうところ見えますんで、すっごい高いねレールみたいなのがあるんだよ。楽しみでしゃあない。ありがとうございました。ちょっとぜひ、うん、年パスだから来月給料入ったらまず年パス買い。いや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 。
買うか。おい、そんなもんに金使うか。まず年パス買い、すぐ使っちゃうんやったら。来月の給料なんかあるんか、ほんまに。あるやろ。ゼロってことはないでしょう。今もこう仕事してるんですから、ぜひね、あのリスナーの皆さんも USJ 行ってみてください。ということで、来週は野村くんのメディアの授業です。このコーナーはインターネットストリーミングでもお聞きいただけます。夜11時に更新されますので、 ESFM のホームページからアクセスしてください。以上、俺の心の金メダルプリマリンピックでした。それではここで曲聴いてください。ドラゴンアッシュで日はまた昇り繰り返す。フル本ストメッセージ。さあ、今日のテーマは漫画みたいな出来事でございます。では紹介していきましょう。大阪市ラジオネームメロンボトルさんからいただきました。野村さん、コロさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、漫画みたいな出来事ですが、学生時代の話なのですが、夢の中で見た可愛い女の子と電車の中で遭遇しました。しかも夢の中でも電車の中で会うというシチュエーションだったので、まさ夢やと思い驚きました。勇気を出して思い切って話しかけてみると、その女の子の方がどっかでお会いしたことありますよねと言ってきて、さらにびっくりしました。それから仲良くなったのですが、社会人になってからその子とは全く会わなくなりました。漫画みたいな出会いって本当にあるんだなと思いました。お二人はまさに見たことありますかと。向こうもだから夢で思ってたんちゃうかみたいなことやな。そんなことあんの。そう、どっかでお会いしたっていうこと。向こうもなんか見たことあるって。メロンボトルさんってよう送ってくれはる。前言ったらハガキ職人みたいな。そうですね。平気で嘘つく人種やから。おい、でもやめよ、お前。お前な、嘘ってなわけないよ。ラジオで呼んでもらいたいがために平気で嘘つく。メロンボトルさん、そんな痛いはない。俺は信じてるから。お前、メロンボトルさんのことずっと悪く言うとったやんけ。悪く言ってないよ。俺かばってて、メロンボトルさん。悪くは言うてない。嘘はついてない。ほんまや。そんな話あるかって思う。まあまあ、まあ、だからこそやねんけどな。漫画みたい、確かにな。夢、まさ夢、昔ファイブアップの時に あの元旦に見た初夢が言ってたね。すごい大きいね、何万人みたいな、このお笑いフェスみたいなんで、うん、僕がマイク持って仕切って、僕がちょっとボケたら、うん、うわーってもうその何万人の歓声が上がって、ユリアンとかね、うん、何人かいてたんですよ、やっぱ知ってる子が入って。ちょっとなんかギャグとかやったらいやーなって、うん、でそこに、まあ、河野がいなかったっていう夢やったんですけどで、それを言うとファイブアップの時に、だからお前とそういう夢はこれマサ夢になっても、お前はどういう理由かわからんけどおらんなっちゃうか、なんでやねんみたいな言うとったら、ファイブアップなくなりました。俺どころじゃなく劇場自体がな。それマサ夢と言うていいのかわからんけども、苦しい悲しい予兆やったよな。で、続いて滋賀県ラジオネームチャカムカさんからいただきました。はい。コンさん、野村さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。つい最近の話なのですが、うん、ある日兄から LINE で画像だけ送られてきました。うん。用事がない時以外は連絡取らないので、急に何かと思い見てみたら、それは兄の二段弁当の写真で、二段とも白ご飯だったのです。私の母は毎日父と兄のお弁当を作っていて、二人とも二段弁当なので、きっと兄のおかずと父の白ご飯がシャッフルしてしまったのだと思います。案の定帰ってから父にお弁当の話を聞くと、おかずとおかずだったらしく、白ご飯を買って全部食べたそうです。兄はおかずを買って食べていました。プリマナのお二人はお弁当でのハプニングなどありますか。なるほどな、二人おったのな。むずむずい話の振りむず。お弁当のエピソード、お弁当ハプニング。まあ、それはなかなかお兄ちゃんとお父さん似てるお弁当箱やったのな。だから2つ入れ替わってしまうっていうのは、お母さんも朝急いではるからね、なかなかあるかもしれませんけども。うちのおかんもおっちょこちょいやから。あ、来ました来ました。箸箱にね、はい、白ご飯入ってることありました。嘘つけお前。嘘をつくな、お前メロンボトルか。パンパンに。おーほら出たぜ、本性出たぜ。違いますよ、ごめんなさい。呼び捨てやで。俺はさんつけとったで。ごめんなさい、箸箱にご飯入れるわけないやろ。弁当アップニングな、なんかないわな。作ってくれてたやんな、作っててくれてたけどな、おかんもずっと。もううちほんで弁当あんま出えへんかったから。お母ちゃん朝弱いから、うん、500円だけ渡されて購買でパン買うてて。あ、でうちのとこ卵丼とかなんかうまいのいっぱいあんねんけど、俺そこに売ってるロシアパンっていう、めっちゃでかくてほんのり甘いパンがあって、あそれ100円やん、ね、でそれ買うて、そう好きな女の子ずっと待っとった。これあの学食で、ああ来るの、そうそうそう。でその男友達とおるから、来た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 
ロシアパンツ喋りかけるわけでもなく向こうが喋りかけてくれるの毎回。ああ、ええやん、それは嬉しいよ。戻りていや、それぐらいの時代にな、淡い恋したいわ。また三重県ラジオネームウルサイレントさんからいただきました。野村さん、コロさん、スタッフの皆さん、こんにちは。春休みに短期バイトをしていたのですが、そこで同じく短期バイトをしていた同い年の男の子がいました。なんか見たことある気がする人やなと思ってたんですけど、ある日何気ない会話からその人が同じ地元で私のはとこと中学時代同じクラスのことが分かりました。その時はお互いテンションが上がりましたが、短期バイトだったし、その男の子は船関係の学生で、そのこの間まで船でオーストラリアに行ってました。そしたら先週たまたま駅で再会しました。また予定あったら遊びに行こうと話をしていたら、今週たまたま予定があったので一緒に映画見に行きます。なんかベタな漫画みたいです。なんかいろいろ離れたりね、くっついたりするけど、最終的にこう映画見に行けるようになったっちゅうことね。短期バイトはしたことないね。そこ、いやだからそこですか。いやだからこの切なさがちょっとわからんというかさ、別にずっとバイト先一緒やったら短期バイトがどう、まあわかるけど一瞬で出てわかるわけでしょ。いやそれはそうやねんけど、その短期バイトから出る哀愁ではないやんまあいろんなことあったけどっていうな。キバイトは昔なんかが行ったな、引っ越し屋とかライブ会場の手伝いとか。いや、中華料理屋の配膳めっちゃ大きい。あ誰だったか芸人になってからね、カウントダウンの手伝いとかでね、コンビ行ったけどな。行った行った。パルケ・スパーニャの舞台作りに行ったりとかな。3日前乗りして津村工芸っていうね、プロの人たちに紛れて、うん、あの素人が鉄パイプ運んで、そうよ、舞台の設営手伝って、それも1日ですよ。朝年末がめっちゃ寒いしね、カウントダウンの時期やから、くっそ寒い中設営して夜までで解放されて、飯食おう思ったらなんかうまいホテルの飯あるって聞いてたら、 それも嘘やって、なくて、なかってどうすんねんっつってコンビニ行こう言うたら、もう周りもないから15分ぐらい歩いて、真っ暗のとこな。でもう開いた瞬間みんなで「オアシス」、俺ら一番先輩やったから「かいかいかい」、ほんまに砂漠でオアシス見つけたぐらい喜んだな。ごめん、みんな2個ずつぐらい食うて、もう2個ともみんな食うて、それぐらい腹減ってるし。そうで朝はでもパンが出るらしい、バイキングが出るって。そうバイキング出るっつって行ったら、バイキングはちゃんと金払ってるじゃん、俺らパンだけやつ。そうでパンも何もジャムとかもくれへんの、ただの丸いな。2日目はみんなで青旗のジャム買いにコンビニ行って丸いだけのパン、ありましたありましたありましたで、ズラッとピットさんっていうのは先輩がいてあってもうめちゃめちゃハゲてあるんですよ。で普段ズラかぶってるからハゲ見られるの嫌な人で、で津村工芸の人がメットかぶれって言うねんけど、ズラがずれるから嫌がってかぶれんで、むちゃくちゃ怒られてたよな、お前なめんな仕事って言って。ほんま先輩があんな怒られてるの初めて見たわ。めちゃくちゃ怒られてた。ズラッとさんが一番上やったから河野がズラッとさんどうする、コンビニ誘うみたいな言うてて、もうズラッとええやろって思ってな、まあ、あんな昼間送られてる人はええやろ言うて、ほっていったら俺らだけ飯食っておったわー。いやーズラッとビートさん、俺毎回この話ちょいちょい出るやんちょいちょいするんだ。毎回ズラッとさんのこと忘れてんねん。お前が絶対覚えててズラッとさんの話、もう印象やねん。あんなさ、ハゲてんの嫌やからって怒られてんのめっちゃおもろくて、毎回この新鮮にズラッとさんの話聞けんのええわネットかぶれ言われてたから。今日はですね、漫画みたいな出来事を紹介しました。以上、オンストメッセージでした。イベントインフォメーション。さあ、ここから本日吉本漫才劇場で行われるイベント情報をお伝えします。今日は10月6日火曜日、吉本漫才劇場で行われるイベントは極みスペシャル、 MC はアインシュタインさん、ゲストにスーパーマラドーナさんが来られます。会場は18時45分、開演は19時、当日券は1800円です。皆さんどしどしお越しください。さあ、そしてこの時間にもゲストの方が来てくれております。野村くんお願いします。はい、スートライブの井上貴則くんと池田修平くんです。お願いします。本名で言わんで、修平魂で8年間やってきたわけのわからん名前で自分で言うの
なよ。池田周辺あれ周辺魂ですから。高典と周辺魂。高典とメロンボトル。メロンボトル。メロンボトルちゃうメロンボトルは嘘つき。嘘つきやないか。割と早めに入ってきた。またこの前の曲も嘘つきって。ややこしい。さっきの曲はね、同期でございます。周辺魂ですから。ね、高典ですよ、ツートライブの。はい。ねえ。スラッドピットさんの話たまらんかった。たまらんな、もう。面白すぎた。いや、覚えてるよ、もう。懐かしいわ、ほんまに。ようね、一緒にだから舞台とかね、出させてもらったから。もう今、それこそ今のあの漫才劇場がある場所にワーカホールってとこがあって、ほんで俺ら卒業した3年目までの人が NSC 道場組んでて、そう、出たそこで毎回ズラッとビットさんがもう10万ぐらいする衣装をバーン作ってきて、ほんで毎回あのダダ滑りして、ほんであのワースト入って、ほんで次の月出れませんって言って、ほんでまたでその間にまた10万ぐらい金多分貯めるんでしょうね、バイトで、ほんで満を持してまたちゃう衣装で10万ぐらいかけて、ほんでまたダダ滑りして、ほんで1ヶ月ズラッとビットさんずっとそれやで、ずっとそれやで、それのルーティンやで。やめた先輩ダダ滑りとか言うんだよな。いや金だけかけてちょっとチラッと野村がもうなくなったんちゃうかみたいなこと言い出しとったけどそんなことないよ。それはそんなことないから分からんけど、もうやめはってな。それはやめた人、人間誰しもやから、この世界はやめはったけど誰しもに言うのよ。あの人バーで女の子口説きまくるらしい。知らんわ、ズラッとピット。その情報知らん。知らんよ。ちょっと顔似てない、ズラッとピット。いや似てる似てる。俺何回か間違ったことあるね。間違えるな。ズラッとピットさんにちょっとネタするって言ったら、ズラッとピットさん間違えるなよ。高典のほんまハゲたバージョンや。何言うか。顔は緑のジャンパー着てんかと分からん。いや何言うてんねん。ノースフェイスのずっと着てたけど、5年ぐらい5年ぐらい着てたけど、よう着てたな緑の。5年ぐらい着てたけどな。間違えるなお前な。何してんねん。いやでもズラッとピットさん顔は男前やったからな。もうええよ、ズラッとピットやええわ。なんて言うてんねん。ズラッとピットええわ。ズラッとピット今日のゲストズラッとピット違うから。ツートライブですよ。ツートライブですよ。ツートライブですやんか。勘違いされるでほんまに。ほんまに勘違いされへんやろ。勘違いされてもはもう。ツートライブってまあまあ改めてやけど、同級生？大学でしょ。大学で俺が浪人してるから一個上やね。年齢的に。せやね、一個上。ん？高典えのが一個下。一個下で周平君が一個上。そうで浪人入って、ほんでそれで大学で NSC 行く前に大学で漫才しとって。大学生の時どんなやつやねん。周平とかさ、もう今うるさくてしゃあないやん。楽屋とかおってもさ、飲みに行ってももう全然変わらへんよ。でも周平はほんまに大学でもちょっと問題児で、なんかほんまねやったあかんことすごいしたいやつで、大学生やで、もう18超えてんの。ほなこうこうテラスみたいなのあるやん、大学やから。みんなこう若い人らがこう飯食うとか、はいはい、外でね。そこのテーブルの上にあのうんこするって言って、でそのうん台をショーって書いてしたらおもろいんちゃうんつって、で、あの、はい、ほんまにちょっといっぺんストップかけて、そのうんこ自体で、うんこ自体でショー、漢字のショーという文字を、あれ一回ストップかけて、何の話してんの。いやほんまに。ほんでしたのよ。でそれが夕方やったのよ。で次の日なるやん。ほんならその若いね大学生が、そこのうんこあるのに、こう男の子と女の子みんなで、ね、ペラ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 、昨日サークルでさみたいな話してんのよ。真ん中にうんこあんのよ。気づいてないの。そう、それを見てうもうキラ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 笑って、あれ真ん中うんこやねって。そんな言っていい、そんなこと一切してないから。してたよ。こんな具体的に言わんやろ。してるやん。してそうやん。してないよ。ちょっとね、やばいやつですよ。そんなん言うたらこいつはもう言うたら大学18、19や。もうバイクパリ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 、わけのわからんバイク乗って、バイク、そうバイクね、僕が中面持ってましたから。でバイク乗って、ほんで俺のジャケ、俺部屋一人暮らしジャケ言うて家行ったら、広島やからジャケね、むちゃくちゃダサい、なんかあの土足にしたいんか知らんけど、憧れやったんか知らんけど、白と黒のなんかニトリで買ってきた、なんかちょっとこのゴムみたいな感じの床のやつのフラッグみたいなのあるやん、 F1 の白と黒の。そんなんにして、ほんでわけわからんバーカウンターみたいなの作って、えめちゃくちゃダサい。自分でおしゃれや思って、それを。ほんで土足でそこに上がって、土足ちゃうの。土足は言うてないって。俺土足は言うてない。この家土足でいいけねのみたいな。アメリカに憧れてた。何やったんあれ。土足は嘘やって。そんなもん嘘。いやいやほんまやよ。土足は嘘よ。周平君の部屋は行ったことあんのよ。ああ、前のね、僕が当時住んでて、実家から住んでたの。長いしね。いや、めちゃめちゃレコードあるおしゃれな部屋住んでる。うわ、
なんか仲良かったよ、仲良かったね。それをただ単に好きな音楽がそこにあったから、それを買ってたら気づいたらそうなったってかっこいい感じで言うなよ、それ誰のそれだけの話だから。そうです、まあ、別におもろい話でもないけどな、電気止まった部屋で周平君のそうですがあのコンロで沸かして、何もできへんこれ、腹減ってるかって言われて、うん、お腹空いてるっつって、冷麦作ったるわっつってしゃでっかい鍋で、もう真っ暗やね、もう真っ暗で懐中電灯だけ一本立てて極貧やん、寒い部屋の極貧、あれうまかったやん。いやうまかったな、あれは23と19ぐらいってことやんな、うん、言ったらめちゃくちゃうまかった。でも今度とも俺一緒住んでたから、一緒住んでたからね、ほんま一緒だけな。こいつはもうむちゃむちゃ天然よ。だってどことこお前気づいてないかもしれんけど、うん、お前寝てる時に俺ね、こう一緒の部屋やったんよ、うん、で二段ベッドで、うん、で俺夜帰ってきて、河野起きてるかなと思って、河野起きてるって言ったら、なんでやねん、もうこれツッコミが癖になって、もう何言ってもほんま寝ぼけてるんですよ、なんでやねん、ポンコツロボやん、もそうとりあえず何で言われたらなんでやねん言うとったらみたいな、寝ぼけてんのかな。一番こいつ最悪だと思ったのが、あのテレビ出て録画してるのをこいつ 1.5 倍速で見る、時間がもったいないから、時間短縮のためにな、時間短縮のために、うん、でガキの使いで、うん、塊王選手権ってのがあったよ。その塊王選手権どんなかって言ったら、こうまあ2人こういたとして、こっちにこれ一般の人、まあ、お父さんとお母さんとで、こっちにはレギュラーメンバーが2人でおって一緒に居酒屋で飲むのよ、うん、でどんだけここでこっちに黙って固まってられるかっていう、うん、気づかれたから、ね、気づかれたから、ね、固まってること、だからずっと何秒固まってるかを競うみたいな、それを 1.5 倍速で見てるから、全然見た目固まってないのよ、もうパッパッていくから一番そこの醍醐味の固まるっていうところをずっと 1.5 倍で見てるって、いやいや、何してんのって言ったよ。時間短縮であるそのパーって見た時があったんですよ。いやもう全然漫才とか 1.5 倍速で見てんだよ、それはあかんと。コーナーでもこいつはでもバカやん、こいつはでも芸人魂があるから、うん、言うたらもうその NSC 芸人魂いわくそうそうそう時代からまあ卒業しても、うん、言うたらずっと俺一人だけもう今でもやるけど、うん、ボイパを振るみたいな、そう、ほんま出てくるかな、ヒューマンビートボックスやってくれみたいな、一回も受けてんの、いつやっても舞台上でいつ言っても、もう今から考えたらもう俺もちょっとおかしいけど、河野、ヒューマンビートボックス言うたらもうプッみたいな、そうあるやん、あれやってくれんねん、いつでもやってくれるから、うん、もうしまいにはもう誰かと飲んでる時もちょっと河野に電話して、うん、ヒューマンビートボックスしてって言ったらかかってくる、夜中とか電話、うわ意味わからんやろ、スピーカーにしたらもう河野一人でもうブズブンブズブンブンチューみたいな、俺も実家の時におかんに隠れながらやってたぐらいの時期、ほんである日これ河野もしかしたらメールでも返してくれんじゃん思って、メールで河野ヒューマンビートボックスやってってたら、もうメールでこんぐらいブツカツブツカツブツカツ長文でやん、バイトしてたらバイト中隙見ながら売ってたやつでも一つだけ言えんのは、そこ芸人6人ぐらいおったけど全員ポーカーンいや、いらんことさすがやな、さすがやで、こうのさすがです、さすがだよ、素晴らしいよ、メールでとかいらんの、あの芸人魂は素晴らしい、あと、この8年ボカーンって言ってるこのお母さん受けもせやギャグ、素晴らしいって俺も細かく見てん、これコピペしとんちゃうかな思って、あちゃうねん、ちょこちょこ変わっとんすごいな、お前そんなの入ってても、ちゃんとやってハイハットの音とかもちゃんと入れとんいいんですよ、ズドライブの告知がね、あ、そうです、そうです、ね、私たちはですね、10月の20日火曜日にですね、はい、ツート漫才ライブ5という僕たちの単独ライブがございましてですね、はい、場所はですね、道頓堀ザザポケッツ、うん、あの食い倒れ人形があるね、ビルの1階に、はい、地下1階にあります、8時半からありますので、ぜひぜひまだまだチケットいっぱいありますので、はい、皆さんよろしくお願いします。ツイッター等でも、予約募集しておりますんでよろしくお願いします、はい、毎月やってるんですよ、これ毎月やってる単独ライブですよ、はい、新ネタ6本とねコーナーをやってるんですよ、はい、やっぱ満員にならないとちょっとできないくなるんで、ツイッターでも書いてたもんね、そうです、毎月できるのは毎月新ネタ作ることとお客さんが来てくれることだと、 それだけです、はい、来てくれたら次の月もできるから、うん、できるという、うん、あとおまけにですね、あの漫才フリーダムというあのユニットライブをね、ミクリーさんとかデルマパンケさんダブラーとやってるんですけど、それもね、あの今月が満杯にならなかったらもう来月から打ち切りという決まってますはい、あのね、これを聞いて皆さん、あのもし来れたら来てください、はい、10月の26日です、場所は、はい、同じザザポケッツです、はい、どっちもチケットあるんですね、どっちもあります、めちゃめちゃありますよりも、はい、ありますので、はい、しっかりするんで、お願いします、よろしくお願いします、今日、今月入らなかったらもうなくなります、全部、全部僕らの仕事なくなります、頼ます、ぜひ行ってください、来月もね、できるように、ぜひよろしくお願いします、この時間のゲストは2トライブのお二人でした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。Yes, yes, FM.
さあ、お別れの時間が近づいてきました。今日お便り送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします、まずは滋賀県ラジオネームチャカムカさん、兵庫県ラジオネームクローバーさん、やった、ね、大阪市ラジオネームメロンボトルさん、この野郎やめてください、いいんですよ、いいね、あのお話送っていただいたんで、いや素敵でした、ね、ステッカープレゼントします、この番組ではリスナーの皆さんからお便り募集しております、はい、来週のオンストメッセージのテーマは私の周りの印象に残っているあだ名、うん、私の周りの印象に残っているあだ名でございます、なぜそんなあだ名がついたのか、周りの反応はどうやったのかとか、送ってください、お便りは来週10月13日火曜日のお昼2時半までに送ってください。メールアドレスは、はい、onst@esfm.jp onst@esfm.jp プリマナンダのオンストまでお寄せください。お待ちしております。はい、今日が10月6日火曜日なんですけれども、はい、今日からですね、10月6日の火曜日から、あ、ごめんなさい、僕だけの告知なんですけど、10月6日の、今日から、はい、25の0時かな、25日になるまで、はいはい、700円で生活をしないといけない状態なので、はい、あの随時ありとあらゆる差し入れ待ってます、はい、タバコでもいいです食べ物でもいいです。19日間700円生活始まるわけですね、はい、今日から。そうです、チャレンジが生かすも殺すもファン次第とは昔の人はよく言ったもんでお前せこいでそれな、それもらえるんかな、何でも食べ物なんてさなかなか渡せないじゃないですか、うん、賞味期限あってするしさ、なんかまあ私を食べてみたいな人もおれやろしね、来るか、いや笑われ、笑えません、やめてください。だからお前その日までどうなってるかは、まあまあ、ほんまにクリスチャンベールぐらい痩せたかもいや困るで、困るで、それは心配になるから、それはね、見てる方もこっちも、なんでか俺そんなギャグないのになんか心配ないを何かから返そうと思ってた、うん、だからその25日までどうなるかは、それも楽しみにしてもらって、まあ、あの新ネタライブもね、あります。13日だったかな、バチボコがありまして、その次の日はアキナさんとのストイックの新ネタライブ、これまた被ってるんですよ、日にちが連チャンになってますんでね、2日連続新ネタライブありますよ、野村君。ちょうちんあんこ、やめてください、マイクをデコにつけてちょうちんあんこっていうモノボケみたいなやつやめてくださいね。あ、見えてないからラジオで、ブース前のお客さん大爆笑でした。あ、ブース前に来てください、そういうのも見れますし、これは差し入れも渡せますし、今日一の笑いが起こってました、今しゃポカーンとなってたんで、ぜひこういうのを見るためにもブース前にも遊びに来てください。それで新ネタライブね、バチボコと、アキナさんとのストイックの新ネタライブもありますんで、ぜひよかったらそちらも来てください。明日のオンストはコマンダンテさんがお送りいたします。この番組はイエスシアターサテライトスタジオからの公開生放送で、プリマダンナコノと700円野村がお送りしました。それではまた来週、さようなら、バイバーイ。お疲れさん、お疲れさん、ちょっといっぱい飲んで帰りません？すいません吉田さん、行きたいんやけどちょっと行かなあかんとこありますね。どこですの？ナンバーグランド花月ですわ、夜もやってますね。そらよろしな、今夜はドカンと笑いましょうか。NGK に来てもろてありがとさー。